Space Monkeys TV。今ね、ほんとまた風がバンバン降って、ね、吹いてきて、で、そこに溜まったゴミたちがもう攪拌されちゃって、もう至る所にゴミが浮いてる状況で、巻村ほんときついっすね。何ロスか、ちなみにこの名前青トラっすね。青トラ、これが今聞いてますけど、ちょっと今なんか巻きが続けられない状態だね。ただこの流れからいって巻物の展開なんだけど、このね、ゴミどうするかだね。今いい時間帯なんだよね、もうホットなね。どうしようか、もうちょいこれ投げてみようか。行ってみましょう。風が弱まった。よし、食った。わー、魚魚、絶対今の魚、今のは魚、今のはバス。来た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 。割とでかいかも。健康体、健康体、最近でかいって言われて健康体って言ってます。健康体います。オッケー、健康体でかくない、健康体。いやー、なんともね、いい天気で今穏やかな風になって落ち着いてます。さっきは強風すごかったですけどね。ということでね、今お昼休みを取ってちょっとポイントを入れ替えてね、やってみようと思います。もう一個のポイントはね、あんまりちょっとね、元気がないんすわ。同じような条件なんですけど、そこでいろいろね、やってみたいと思います。飯を食いましょう。さあ、場所移動してきました。ここもね、また水が流れてて、そして富士山、ロケーション最高っすね。最高っすね。これでバスが連れてくださればね、今日締めれる。100点で締める。100点で頑張りましょうか。頑張りましょう。で、金子さん、はい、やりますか。じゃあちょっとやりましょうか。これで、はい、ということでね、休憩を終えていろんなポイントを回ってきましたけど、手応えなかったということでね、ラスト1匹はね、夢見たいと思います。タイニークラッシュ行ってきまーす。ネタ巻きタイムスタート。さあ、来ました。次のビッグベイトはハスフラ、ハスフラ、もう一丁いただきます。すいません、ちょっと真ん中を通してみます。
すっ、なんかもう水たまりになっちゃいましたね。かなり水の勢いがかなり弱くなりましたよね。かなり弱いですよね。足に当たる水は全然緩いですもんね。いつもの釣れない小事故になってしまう。夢を見させてくれ、もう一回ぐらい。来た来た来た。あーダメだ。うわ今めっちゃ吸い込まれた、キュキュって、ね、うわ何やろ、やっぱり、ね、今ルアーがキューってなったんですよ。キューって竿がキューってなったんですよ。ダッジ行ってきます。ダッジダッジでいきます。これで釣れなかったらもう黙ってストレートワームやります。まずは誰も投げていないであろうダッチをここに投じてみよう。超ゆっくりやりますからね俺のダッチは。私のダッジはゆっくり巻きです。ゆっくり巻きです。超ゆっくりです。おこんな感じです、こんな感じです。マラブーフックがしっかり濡れてないとね、生めかしい動きが出ないんで、時々トイッチを入れて。はい、ということでね、釣りに行きました。ストレートはリバウンドスティック 3.5g フリーリフ、レッツゴー。寒い。あ、ちょっと打っていいですか。すいません、もうこれ釣ったらマジ帰りますよ、寒くて。ここで当たったもんね。これなんか、そうっす。いや、もうだいぶリアクションの釣りしたから、なんか。巻きだと思いますよね。本当に今んとこ反応あるの横じゃないですか。そんなに僕間違えてるんですかね。間違えてるんですか、ね、間違えてはいないですよ。これがラスト1いきますよ。いやこれがラストですか。次がこれがラスト、これが本当のラスト。これが本当のラスト、ね、釣れる覚悟。ああ今魚触った。あれボイル、ボイルですよ。ボイルだよね。割と近かったっす。あれでもラストではワラセ10回来た。ワラセ10回来た。ワラセ10回。はい、言って釣れるかね、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 釣れないね。この奥入れてみた。やった、来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 た、やったー。ドラマ魚だね。早い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 、動き早い。待てー、ちょっとちょっと足が動かない。やったやったよ、来たよ。あぶねあぶね、ちょっと待って待って、はーい、来た来た来た、ちょっと待ってよ。オーケー、釣れたー。あいばやいシャットの頃からね、釣れました。もういいかな、帰りましょう、はい、帰りましょう。はい、帰りましょう。ありがとう。ロケ終了。よかった、釣れた。最後の一匹ってほんと時間かかるですよね。もう一匹釣りたいなっていうのが永遠の課題だよね、釣り人の。これで気持ちよく終わりますね。終わります。ありがとうございました。すいません、本当に邪魔しちゃって。ありがとうね、ありがとうね。